はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい、いや今回はですね、僕初めてですね鏡原アルプスっていうところにね、行きたいと思います。はい、でね、そこをまあ行く理由になったのはね、この前僕のねオンラインサロンのね、登山充実研究会のメンバーの方がね、そこ近くにいらっしゃるということで、まあ一緒に行きましょうかっていうところでね、行く次第でございます。ほんでね、なんとねその今日のメンバーね、なんとねあの登山が初めてっていうところでね、1回目の登山で僕とね、一緒に登るっていう形になってますんでね、まあね、このこちらの方ですね、はい、頑張ります。初めての山がね一番大事なんで、それでまあ次続けるか続けへんかっていうところなんですけども、ね、結構揃えてらっしゃるんですよ、いろいろとがっつり揃えられてるってことなんでね、もう後には引けないっていう感じになってますので、はい、まあまあそんな感じで2人で鏡原アルプスに行きたいと思います。はい、まあそんな感じで今から鏡原アルプスに行ってみよう。最初はこんな感じで結構整備されています、はい、いいんじゃないですか。スタートとしてはこれぐらいの勾配がちょうどいいですけど、私はこれ、まあ、すごいなだらかな、まさに雑誌初心者みたいな1回目にはふさわしい山ですね、ほんま。でもまだわからないですけど、ね、ここまでは100点ですね、今のところ。靴どうですか？最高です。最高ですか。あ、よかったですね、一発目のシューズ。まだちょっと、はい、あの下山まで分かるんですけど、今のところは OK ですね。今のところはどこも当たってないし、どこも当たってない。あ、そうですね、下山がようね、つま先とか、はい、なんか当たったりとか、なんかくるぶしとか当たったりとかなんかがあるかもしれないんで、はい、でもなんか馴染んでますね。いい感じです。低山にぴったりの靴になっております。これどこで買ったんですか？これ後日ですね。はい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 、春日井の。あ、春日井の。はい、いろいろ履いてこれになったんですか？はい、最終的にお兄さんのおすすめでした。あ、なるほど、わかりました。どうなるか楽しみです。人間山展望台、展望台着きましたね。おお、すげえな、一望っすね。これ鏡ヶ原の街ですか？はい、そうです。あ、一望ですね。イオンどこですか？もう見える範囲は、イオンは見えない。ここの指の先ぐらいですかね。山の右側、右手ぐらい。もう僕も見えなかったら GoPro も全然見えなかったです。あ、ここも栄えてるじゃないですか。いいっすね、ここ。こんにちは。あれ、あ、ここは なんて町ですか？これは、なんだろう、鏡原の一部かな。一部ですか。あの山の向こう側が多分岐阜。あ、岐阜ですか。入ると思うんですけど。あの奥の山。はい。ここも岐阜じゃないですか？あ、岐阜ですけど、岐阜市。あ、岐阜市なんですね。ちょっと、あの今までがぬるすぎたんで、ここがめっちゃしんどく感じますね。急に現れて。普通の、あの勾配なんですよね。はい、急にしんどくなりますね。ありがとうございます。ありがとうございます。電気がつきましたね。ここですね、ここで分かれるみたいです。右回りか左回りかってやつですね。どうしようかな。左行く気しないですね。左で行こう言ったんですけど、右がこんな感じか。どっちにしても左行きましょうか。とりあえず最初しんどいことしましょうか。じゃあ、なかなかですね、こんな、最初あんだけ優しい感じ出しながら、こんな厳しい道とは。
なんか結婚前は優しかったのに結婚してから厳しいみたいな、変わったなみたいな、変わったなみたいな感じが見てますね。行くしかないですね。あんなに優しかったのに。すごい景色いいな。めちゃくちゃ景色いいじゃないですか。おお。ここ権現山多渡神社着きましたね。あっちも景色いいんか。ほんまの権現山じゃないですね。権現山は向こうですね。さらに奥っすね。鏡ヶ原権現山。こちら後日山荘で買った暑さに強く手につきにくい、山チョコですね。溶けないチョコレート540円が270円だけで買いました。食べてる。夏場でも溶けない。見たら溶けにくいって書いてるかな。名言は避けてますね。どっか保険はかけてますけど。でもまあ美味しいですね。うん、うん、うまかな。どうぞ。あ、すいません、いいですか、手入れちゃって。はい。悪くない味ですね。いいですね。ちょっとレモン、塩レモン味のホワイトチョコ。特許バリバリ取ってますね。特許バリバリ取ってますわ。あ、なるほどですね。これどこの会社？大東カカオ。大東。ここを登ってきたんか。面白い形ですね。こんな感じで稜線がダダ見えんとこあります。すごいあれですね。命を守ってるから囲われてますね。こんな露骨に守るの、こんな狭い範囲で守るの初めてかもしれないですね。はい、将来の木が、ね、あるかもしれないです。どれがいいか分からんし。昔大火事があったからなおさらなんでしょ。あ、そうか。放火じゃないですしっかりでしょ。放火めっちゃ悪いやつ、ね。昔そうですね、火事になったんで守ってる。あ、そういうプロジェクトで守ってるかもしれないですね。そうだね、音源急坂中尉。こっちも諏訪山やからこっちもあるんかな。すごいな、ね、初心者コース、まあ向こう行きましょうか。おー、すごいすごい。北山お楽しみ菜園、スクナカボチャ、スイカ、ジャガイモ、ブロッコリー、カブ、ミニトマト、空心菜、最後16豆かな。すごいな、こんだけのスペースに8つも植えるっていう。見たことないぞこの実験。すげえな。で、まあどれが適してるかってことですかね。将来やるんかな、ここを畑にして山頂での試験栽培。急坂中尉って思いっきり下ることやったんですね。めちゃくちゃ危ないですね、これ。よし、急坂です。はい、さっきからどれらい下まで下ろされてます。結構悪路です。こっちもなんとなく滑りやすい感じでね、非常に要注意ですね。はい、石も結構ここもぬめってるんで滑りやすくなってます。分岐到着っすね。はい、よかったよかった。峠がつきました。ちなみにこれザックはどこのザックですか。これはアムートの、はい、リカンスパイ。あ、リカンスパイ。
結構あれですね、これなんか上級者っぽいイメージがありますけど、これ本当ですか、ありました、体に。体にはありましたね。背中が空いてるんで。あ、そうですよね。汗が結構出ます。そうか、この時期はね、めっちゃ空いてますね。その辺にメリットを感じたんですか。あと真ん中ファスナーがあるんで、あ、はい、上から出さずに真ん中から出すことできるんで、パッキングの時に考えないでこう詰め込めるんで、あ、いやいや、後から修正できます、ね、はい、何ですか、50?20?28 から35、はい、これに50とかありますもんね。あ、そうですね。あ、これ持ってたら28から35って、これロールで調整できるから、はい、ね、山小屋も行けるし、はい、下手しいウルトラライターではテントも行けるっていう、うん、オールマイティですね。ありがとうございます。今から、登ります。権現山まで登りましょうか。よいしょ、よいしょ、権現山登ってます。よいしょ、また急登になりますね。よいしょ、急に着きましたね。はあ、あります。あ、日陰になっていいじゃないですか。三角点ここにありますね。これか。まあ、登山して2時間半ぐらいですかね。ここまでどうですか、初登山の感想。中間ですけど、そこそこ、はい、いい感じできてます。いい感じできてますか、はい、思ってた感じですか。はい、良かったです、良かったです。アップダウンがね、なんかあれですね、普通の山と違って上り下り、上って下ってみたいな感じやし、ちょっと重装のねパターンなんで、はい、楽しいですね。楽しいですね、はい、いろんなコースがなんか登山道に結構変化があって、うん、これもね、うん、ベンチがありました。ここで思いっきりあれですね、ピタンピタン当たってますけど、はい、ここで虫食いましょうか、はい、ついた子言ってられますね。OK です。はい、今あの視聴者さんからいただきましたこのココイチのカレー食べてます。はい、美味しいです。美味しいですね。はい、ちょっとあのアルファ米をあの60分で水で漬けた感じにやって、でこのカレールー自体もね、別に温めなくても食べれるルーなんで非常に、美味しくいただいてます。持ってこいですね。あ、そうですね。これ一つで完結する感じですよね。他のドライフードとかでしたらこれプラス味噌汁なんかいるみたいな感じなんですけど、これもうがっつりなんでね、これ一つで完結する感じになっております。はい、林道に出ました。思いっきり下まで降りてきましたよ、なんか知らんけど気がついたな。もう一登りしてから一周なんで、もう一登りする予定なんですけど、気がついたらめっちゃ民家歩いてます。これあるあるですね、低山あるあるですね。民家を歩くっていうのは、何それ、すっげえ緑の家あるじゃん、これ。これですよ、うん、会社っすね、多分。表札がいけてますね、
え、どういうことですか。中野 PB って何だ。何でしょうね。ゲストハウスみたいなのやってるんだ。ああ、そうですかね。ああ、そうか、そうじゃないと通じても合わないですよね。ああ、緑の家に来てくださいって言えば。ああ、そうか。鏡に払われて重曹しかないじゃないですか、ここの名物しかないじゃないですか、ね、失礼な話ですけど、ここで一泊して、ここで一泊して、小屋泊で一泊して次行くみたいな、はい、こんな感じで、道沸騰の道路歩いてます。はい、これもうマネースやったらエグいやつですね、ほんま。もうそろそろ何セミも鳴き出す頃なんでね、もうセミ鳴き出したらこの道も苦痛でしかしないですよ、ほんま。まあ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 、ちょうど風もあって季節的にはもうギリギリじゃないですかね。まあのんびり行きましょう、ほんま、このまま。危険、穴の中には入ってはいけません。怖えな、閉じ込められてるんですか。なんか出てきた。怖いっすね、お前。危ないな、ほんと。あ、これやな、息吹の滝。あ、行けますね、展望台って。はい。よとし、あの展望台まで歩かされるんですかね。展望台、まあ、あそこまで歩かないですよね。展望台手前ですよね。あの感覚からしたら。よかった、よかった。最後の登り、いい感じで緩やかです。このまま行ってほしいですね、最後。はい、さっきからずっと延々これです。なかなかきついな、最後の登り。ずっとこれやん。低山侮るこそなかれですね、ほんま。暑いしな、また西日めっちゃもろいクラブじゃないですか。暑いわ。あれですかね、ぐるっとぐるっと行けるんでしょうね。ぐるっと行ったかな、あれを。暑いわ。今日ギリギリっすね、この京都はしたらギリギリじゃないですか。もう夏が始まるじゃないですか。ああ、夏の手前感すごいですよ。今日までですよ。今日までですね。これは暑いわ、ほんま。一つ岩ありましたね。取ってないけど。あ、これがこのストーリーがあるんですね。ああ、なるほど。祈願すれば7日日以内に雨が降ると言われてました。だいたい降るやろ。だいたい7日以内降るやろ。通常通りやったら。特にこの時期な。この時期とか。まあ冬とか別に雨乞いせんでいいしね。作物のね。だいたい降るやろ、ほんま。気がついたら分岐につきましたね。あの地獄のあの階段が懐かしいですね。どっち行くかですよね。どっち行く、最初こっちね、どっち行くか迷ってたんですけど、こっちとね、うちどっち行くか迷ってたんですけどね、こっち行って正解したね。よかったです。よかったですね。じゃあ、あとはのんびり下山っていうの分かってるんで、はい、行きましょうか。まさかあれを登るとは思わなかったですね。こう行ってまた上がってて、行ってみんな分からへんな、ほんま。はい、こんな感じでずっと日陰を歩いてて、最後、すごい楽ですね。あと、まあ、50分ぐらいかな、歩いたら着くと思うんで、気を引き締めて歩いていきたいと思います。鏡原アルプス平日
高太郎チャンネル知名度ゼロ説が成立してまいりますね、このままやばいっすね。神が降りるかもしれないですね。神降りるかもしれないですかね。多分ゼロのまま行きそうすげえすげえですね。まあ、土日やったらまだ変わってくる。土日でも土日でもなんか自信ないな、ここ自信ねえな。土日は人多いんですかね。多いんじゃないですかね、平日であの人数だから。あ、そうかそうか、そうですよね。平日で駐車場ほぼパンパンやから。もう一つ下に駐車場あるんで、はいはいはい、そこもいっぱいになるかもしれないですね。あ、そうか、なるほどですね。となると地元の人が足慣らしに来るみたいな感じでしょうね。はい、あとね25分です。のんびり下段して帰りましょう。初めて見るベンチですね見たことないわ座り心地も良くなさそうだし、はい、座布団必須ですね。ましたね。はい、あとちょっと感じです。水の音です。もうちょっと作るじゃないですか。よいしょ。こんにちは。気づかなかったゼロ人説の最後のたまにやったアルパインライトパンツも入ってました。目が止まったような気がしたけど。あ、ほんまですか。ああ、もう GoPro やってるからじゃないですか。ああ、一瞬目合いましたかね。なんかそんな感じしたんですけど。そうなんですか。二度見したような感じか。あ、ほんまですか。無事着きましたね。はい、いやー、よかった。お疲れ様でした。いや、怪我なくね。もうこれは1回目の登山良かったんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。いや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 。ああ、戻ってきましたけど、これあれですね。鏡原アルプス高太郎チャンネル知名度ゼロ人説達成しました。まあ、平日なんでね。誰も声かけられなかったですね。まあ、こういうこともあるでしょう。じゃあまた、じゃあ次エンディングいきます。はい、ね、無事、鏡原アルプス、下山できました。はい、いや、どうですか、今日は59歳にして初めての登山というところで、ね、どうでした、なんか、はい、楽しく一日過ごせました。はい、あ、本当ですか。なんかね、仕事からこうリセットしたいっていうのはね、願望があって登山を始めたってことなんですけども、はいはい、今後あれですよ、登山続けれそうですね。続けそうです。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。これ1回目が大事なんでね、はい、1回目がめちゃくちゃきつかったらもうすぐもうやめようっていうことになるんですけども、はい、ちょうどいい感じの、体力っていうか、はい、体力的にちょうどいい感じでしたね。はい、よかったです、よかったです。いや、まあ、そんな感じでね、まあ、いろんな低山とかね、今後アルプスとか登っていこうと思いますんでね、また見ていただけたらと思います。はい、はい、まあ、そんな感じでほな、さいならって言うんですよ。右に左に前と申します右左に、はい、じゃあ、まあ、そんな感じでほな、さいなら。